一条坊通りは、戦国時代の苦行。土佐一条氏に大当主。一条坊家の次男。王子の一条、冬らの婿養子用になった。一条家十一大当主。官位は、十一位。関白、左大臣、内乱。英章十四年四月三十日に九歳で元服正五位に寄せられる。同年二十四位上、右少将左中将に寄せられ。 翌栄昭15年には、13ミに除任。天文14年6月2日には、養父、冬らと同じく関白にもなった12月27日。土佐一条氏からの関白就任は、冬らの兄、そして坊通自身にとって、祖父でもある初代当主共坊以来二度目である。天文15年、細川実綱の命で、京都を占領、支配していた細川国慶が、 軍費の確保のために強引に、京都の支柱から、実践を徴収しようとした際には、中三門信種や山品時継ときつぐともに武力を持って、抗議しようと計画し、これに同調した室町幕府の方向集や、民衆も、暴通に味方する動きを見せたため、国警は、強制的な徴収を断念に追い込まれている。また、実家の都佐一条市では一条、某はじめ、 金貞と幼い当主が続いたために、天文十二年と鎖国に下校して、当主代理として政務を取ったこともある。工治二年、隠れ後、去年四十八、時継ぐ狂気、天文十六年正月十日から十四日、各美城。う部隆、た細川国慶の上落戦と京都支配、初秋、馬部、戦国期。 細川権力の研究 ISBN978 から4から6420295062018年 P615 から6161期と戦国大名年表ありがとうございます